はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今からここで山源元気か今日これだけ、これだけ、あ、これだけ山源元気かな。はい、まあ引き続き、はい、あれ、メガネ取った。はい、ミスみたいな、はい絶対コンタクトに来ます。もう覚えてると思うけど、アイコ、アイコです。はい、2回目登場です。2回目登場。はい。いや、まあまあ、今日はちょっと僕ね、この間大阪マラソンを走った。あの有名な。あ、これすごい。だから、まあそのことでちょっと、はい、感想をね。はいはい。あの、まあ、せっかくなんで。ぜひ、まあ一言で言えばもうみんなに走ってもらいたい。大阪マラソン。ぜひもう生涯に1回はね、大阪マラソン。東京マラソンよりも大阪マラソン走ってほしい。簡単じゃないですよ、フルマラソン。いや、簡単じゃないけれども、うん、いや、本当にもう人の心にね、触れて。うわ。いや、なんか心に触れるって どういうことですか？いや、優しさにこう、遠慮をして、いろんな人に助けてもらう。あ、なるほどね。こんなに歓声であったりとか、声援をこう浴びたこともないし、うん、はい、うん、ぜひ1回は経験をしてもらいたい。距離ってどれぐらいあるんですか？いや、フルマラソン42.5 キロやから。そう、ね、あえてね、知らんかもしれない。いや、知ってるよ、大体感覚が小学生が知ってるわけだからね、これね。あえてマラソンしたことあるの？しました。最近ここ2週続けてしました。2週マラソン？いやいやいや、5キロです。それじゃあ、でもね、普通のマラソンと違うんですよ。何？なんか違うマラソン？ This is Color Run。あー、リノ、あの、体にいっぱい光るものをつけて、それをエレクトリックラン。エレクトリックランです。私が言ったのはカラーラン。何？走ってるとこになんかね、パウダーみたいなのかけられてる。コンサーチ。めっちゃコンサーチ。それどこであったの？それは舞浜のアリーナさんで。アリーナさんで。まあ遊びでしょ。だって乳首から血出ることないでしょ。乳首から血出てないですね。肛門やん。いやいや、だからもう究極だよね。究極。なかなかすごい。究極。これは衝撃的な言葉の動き。ちょっと語弊がある。肛門から血が出たわけじゃない。肛門でもなんか体内から血が出たわけじゃない。要はよくマラソンでこう乳首が擦れてから、ね、そう。そうバンデージ貼った方がいいね。知らん知らん。言うじゃない、滑るからね。そうか、脇が滑るじゃなくて、言うたらこう腰があってお尻があるじゃない。そう。で、このお尻、まあこうなってるでしょ、割れ目の方に。割れ目こっちがいいの、こうね。まあまあ、こうそうね。これが擦れるんですよ、お尻が。お尻の方と方が擦れて血が出ると。せやから出る前にみんなが乳首が擦れるからとか脇とかいるので、それの対策してたのに、まさかお尻が効いてると思うけど、お尻の対策してなかった。だこれ有益な情報をね、ああ、皆さんにお届けできて。今後出る子はお尻のところも何か対策した方がいい。肛門の周りにグリスを塗るとかね、ワセリンね、塗った方がいいよ、あれは。かなりのお尻の揺れ具合やった。そのぐらい走ったよ。そのぐらい一生懸命走ったよ。わお、ないでしょ。ない。粉かけられて喜んでたんじゃん。うーっとやってましたね。あかん。でも私その次の週はエレクトリックライン行きます。あ、エレクトリック。だからそれも自分で行ってカピカピして喜んでたね。それも私も。いや、血出さなかった。血に関しては確かに出してはない。何もなかった。何もアクシデントもなく。うん、あ、そう。キャーキャー言って終わらない。そうですね。ただ自分の年齢を感じました。まあ、言うても何歳思います？誰も言ってないですね、そんなことは。多分欲しがってもないし。欲しがってもない。あ、周りはとりあえず若い子ばっかりすぎて、うわ、なんかちょっと。誰がこれ？ほんまに。あ、職場が？慣れてる、ね、周りが。そうだな。二十歳だ。だからもう30だろ？いや、27。だから30からもう血出さないと。27。ね。そうですね。30からは。だからもう全然、アクシデントもう筋肉がこんな動きしたことなんかないだろ？35キロ過ぎとかも筋肉がこう動いてたのがこうなっちゃったのよ。ダメだよ。ない。あるかないかで言われたらないですね。だから甘いんだよ、まだまだ。5キロだね。5キロだ、ダメだ全然。フルマラソン何キロやった？